皆さんこんにちは。オリアカ1周年で新しいキャラクター伊達政宗を演じさせていただいております福山潤です。よろしくお願いします。そうですね、いや今までも戦国武将のキャラクターを演じさせていただいたことはありますが、そのオリアカの特別なところで言えば、戦国武将に新しい可能性を与えたところではないでしょうか。伊達政宗は10年早く生まれたかったという気持ちを持って亡くなったと言われているんですが、オリアカのストーリーでは不思議な鏡の力でファンタジーの世界に飛ばされて新しい冒険に出ることになりました。で、転機を得た彼はですね、新しい土地で天下統一の野望を果たすことができるのか、もしこうだったらというイフストーリーはプレイヤーの皆さんたちもワクワクするんじゃないかと思います。伊達政宗は独眼竜の異名で知られておりまして、政治力の高さを発揮して仙台藩を築いた有名な武将なんですが、オリアカでの政宗は目の病気が原因で母親からの愛を失ったことをコンプレックスとして抱えているのが特徴になります。で、誰から見ても完璧な人であろうとして権力や強さに執着しているという部分がですね、今までの伊達政宗像とはまた別の一面が垣間見えるかと思います。キャラが立ってきましたね。ただの歴史上の人物ではなく、どこか皆さんにとっても共感できるような感覚を持てると思います。さらに、政宗は美食家という設定もありますので、自ら軍隊用の献立を作っていたりもするということで、ギャップがあってとても面白いと思いますよ。はい、収録はですね、僕は岡本信彦くんの後で収録をさせていただいたんですが、信彦くん演じる真田幸村の日本一の強者の気迫もありながらですね、まあたくましくて明るいお兄さんっぽいイメージが浮かびまして、きっと多分幸村信頼できる武将だと思います。私が演じました伊達政宗もコンプレックスを抱えていたキャラクターでしたが、真田幸村も見えない束縛に縛られて生きてきたキャラクターと伺いまして、二人は魂の奥深いところで共通点があるんじゃないかなと思いました。見た目は全然違う二人なんですが、ちゃんと話せばもしかしたら宿敵からいい友達になれるんじゃないかなとも思いました。まあ、今回のストーリー展開で政宗と幸村がどうなるのかを非常に、期待もしておりますし、オリアカの世界で解放された二人がですね、たくさん成長して仲間を作れるともいいなと感じました。そうですね、ゲーム内でいろんな英雄はいるんですが、とりわけ SP 曹操が私は個人的に大好きですね。三国志の言ったらもう英傑じゃないですか。今回のこの SP 曹操では普通の曹操とは違うところも見させていただきました。はい、SP 曹操は復活後の曹操なんですが、今回の復活で権力や栄光への執着心が薄れまして、意外なことに、一番自分的に心地のいい状態に戻ることができたっていうところがまたいいですよね。はい、コオロギを戦わせたり、ちょっと滑稽なところですが、自分の息子の自慢話を話したりするのが好きだそうで、一瞬にしてね、ちょっと怖い曹操から可愛い曹操に感じるようになりましたね。なので個人的には SP 曹操の方が好きですね。はい、というわけでございまして、オリアカを始めたばかりの皆様、そしてリリース当時からずっと応援してくださっている皆様、1周年記念キャラクターの伊達政宗の声で参加させていただけることを大変光栄に思っております。戦場で颯爽と戦い、ギャップ萌えな一面も持っている英雄伊達政宗をどうぞ皆様よろしくお願いいたします。オリアカ1周年を祝しまして、戦国武将登場に合わせてゲーム内のプレゼントを用意しております。新しく始めた方も簡単に戦国武将をゲットできるチャンスです。まだダウンロードしていない皆さんもぜひこの機会に戦国×三国のオリアカの世界へ飛び込んでみてくださいね。